はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。えっと、本日はですね、あの、人生悔いなく生きてますかっていうね、ことについてね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、えっと、まずはね、えっと、自己紹介なんですけれども、私は体感デザイナーという肩書きで先天的な体の使い方を指導させていただいております。はい、えっと、まあね、たまにね、あの、まあ、来る相談があるんですけれども、 まあそれでね、ちょっとね、今回のようなことをちょっと話そうかなと思いました。えっと、まあ、だいたいね、相談内容は、まあ、どうしていいかわかりませんっていう、まあね、あの、まあ、トレーナーの方がやっぱりどうしても多いですね。トレーナーの方だったりとか、あとあのトレーナー目指されてる方とか、あとはね、スポーツ業界の方とかからね、あの、たまに、まあ、えっと、そういう相談をね、受けることがあるんですけれども、まあ、あの、本当にね、こんな自分に相談していただいて、うーん、まあ、なんと言いますか、複、う、雑、ん つっと言いますか。うん、まあね。あの相談していただけることはね。すごくありがたいことなのでね。あのまあ、感謝いたします。はい、まあね。あの大体なんですけれども、あのまあ、いろんな相談を受けるんですけれども、まだいたいね。いろんな話を聞。聞 ていいただいてであのその後にね、まあ、私が大体言わせていただくことはあの死ぬ時にあの後悔しない選択をしてみてはいかがでしょうかっていうことをね,あの、まあ、ね大体の方にねあの多分ねこれ言ってるんですねであのこれってねあの結構ねあの簡単なようでね難しいことだと思うんですよはいあの例えばまあいろんな問題があると思うんですねまあお金だったり環境だったり うん、あとはまあ人間関係でもね、あの、まあのま本当にね、いろいろな問題があると思うんですけれども、あの、まあのまねちょっとね、私の話をねさせていただきますと、まあ、ね、あの私はね、あの結構ね、学校をねあの、出てね、すぐね、あの独立してるんですよ。で、あの、まあのまね他の方とかでしたら、まあどっかでね、あの、まあ、何年間かこう勤めて、でそれからね、 あのまあ、独立とかいうパターンがね結構多いんですけれども、私の場合ね、学校出てねすぐね、独立しました。で、あの私の、あの25歳まであの学生してたんですよ。で、あの25歳まで学生をしていたので、あのじゃあね、あのちゃんとじゃあ勉強ができてるのかって言ったらね、実はそうでもなくて、まあねあねの体育系のねあの専門学校にねあの入りました。でね、あのここではね、あのほとんどテニスしかしてません。 でね、あのそこを卒業したら、あのその後ね、大学に行きまして、で、大学でも、うーん、やったこと自体、本当にもう、<laughs> 遊ぶか、テニスしてる、まあ、ほとんど遊びばっかりですね。本当に遊んでました。で、えっと、その後にねあの、医療系の専門学校に入ったんですけれども、あの、まあね、特にやっぱりこの体系のね、専門学校の、やっぱり同期とかにはね、もう本当にね、あの、もう、 お前、全然働けへんやんとかね。あのまほんといろいろやりました。で、あのー、まあね、ついたあだ名がね、あの、やばいやつ。確かにね、あのー、もうね、二十歳から働いてる方、もしくはね、大学出てからね、あの働いてる方にとっても十分やばいやつですね。うん、働かなくて学校ばっかり行って、うん、やばいです。はい。で、あとね、あのー、 当時ね、あのお世話になってる方とかもいたんですけれども、あのね結構ねあのポンコツって呼ばれてました。はい、あのうんやっぱりねだ自分でもやっぱりまポンコツだったな。 うんまあ、自分でもポンコツだったかなって、ね、思う時もあるんですけれどもね、やっぱりね、本当いろんなやつ言いました。やっぱりね、あとはね、親不孝とかね、あの本当にね、いろいろありました。で、あので、ね、さらにね、あの一番まあ良くなかったのはやっぱお金の面ですよね。はい、あの給料がね、あの1ヶ月でね、あの3万円とかのね、 時もありましたもうね、本当にね、お金にはね、苦労した時期がありましたね。はい。でもね、あの意外とね、心はね、折れなかったんですよ。で、あのやっぱりね、それなんでかって言いますと、あのやっぱり悔いのない人生を生きてやろうっていうね、あの根本的なシーンがあったからなんですね。はい。なんで、あの、どんなにね、あのいろいろなこと言われても、あのもしくはね、お金にやっぱり苦しくなってもね、あのな,なんとか、 まあ最終的にも何とかしてやろうっていうね強い気持ちをね持ってねあの行動することができましたでねあのもちろんねあのその間にね本当にねいろんな方にねあの支えていただきましたあのね本当にねもう本当感謝ですはいあのもうね今でもねやっぱりそのやっぱり支えていただいた方々にはね本当に頭上がりませんでもねあのね 結構、ね、こういうような、ねあのーまあ、体験といいますかこういう思いを、ね、されている方辛い思いとか、ね、しんどい思いを、ね、している方って、ねあのーまあ、他にも、ね、いろいろいるんですけれどもあの、ねまあ、やっぱり、ね、皆さん言うのが必ず、ね、応援してくれる方っていうのは、ね、あの絶対、ね、いるんですよ。はい、これは、ね、本当に、ね、どんだけ、ね、あの苦しいあのことがあった方の、ね、やっぱ共通点とか、ね、あの聞いていても、ね、やっぱり、ね、あの必ず応援してくれている人は、ね、あの必ず、ね、どっかにいるんです。 で、あのー、やっぱりね、そういう人はねあの、どん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 やっぱり大切にするっていうことをね、あのー、頭にね、絶対入れていた方がいいですね。はい。私はね、あのー、まあね、そういうね、感謝の気持ちをやっぱりね、忘れたくないので、まあ、恩人リストっていうのをね、あのーまあ、作ってます。またね、あのー、下の概要欄の方にね、また貼っとこうかなと思いますのでね、あのー、ぜひご覧ください。まあね、あの、ちょっと話されましたけど、 まああのね、あのおかげさまで、ね、あの悔いのない面白くて楽しい人生を、ね、今、ね、あの進んですます、まあね。じゃあ今、ね、お金持ちかって言ったら、ね、別にそうでもないです。はい、ただ、あのーやっぱりね、将来の自分のことを考えると今後、1年後、もしくは2年後、10年後、20年後、30年後楽しい人生が待ってるんだろうなと、ね、思ってますしあと、ね、今、死んでもあ悔いのない。 人生だったなーって今はね思えるんでね本当にねいい人生をねあの歩ましてもらってます。 はい。なので、ね、ちょっとね、あの、まとめに入るんですけれども、あのね、私に相談してこられた方はね、まあ、大体の人なんですけど、ね、まあ、あの、死ぬ時に後悔のないね、人生をね、選択してみてはいかがでしょうかっていうのをね、言わせてもらってます。はい。で、あとね、あの、私はね、あの、ポンコツの親不孝でやばいやつからね、あの、スタートしてます。はい。いろいろバッシングも受けました。でもね、あの、応援してくれる人がね、あの、必ずい,るいますのでね、あのね、 どんだけねあの辛いことがあっても応援してくれる人は必ずいますなのでね私がねあの言えることって言ったらねやっぱりね悔いのない人生をねあのもしくはね悔いのない選択をね選んでみてはねいかがでしょうかっていう話でした はい。えっと、ツイッターやってます。コンディショニング YMD で出てきますので、えっと、こちらの方をご覧ください。あとね、ブログやってます。あの、概要欄の方にもね、買って、えーかえー、ごめんなさい。概要欄の方にもねあの、書かせてもらってますので、えっと、そちらもぜひご覧ください。えっと、そして最後にチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。